オオカミゲームアナザーデスハンティング4究極のシリーズ戦やっていきたいと思います。最後の最後でなんかぐたっておりますね。中やんで今回は復活と再会見ていきますね。復活です。これ絶対美咲ちゃん復活してるはず多分。出口ある？見つからないな。この部屋にはないのかな。はあ、凛太郎、私が死んだと思ってショックを受けてるだろうな。いやだいぶね、そんな軽い感じじゃないよ。早く出口を見つけて会いに行かなきゃ。コウ君の方は何か手がかりを見つけてないかな。ありそう。コウ君、こっちの部屋の探索はどんな感じ？ペラ。ふむ、なるほど、そういうことか。あれ、コウ君何をやってるの？ピエロの研究じゃないこれ。ダメだよ、探索に集中しなきゃ。読書は後にして。怒られた。勘違いするな、別にただ本を読んでいたわけじゃない。これは日記だ。ここは霧の館の当主の日記が大量に置いてあった。日記？え？日記？ああ、これを読んでみてなんとなく分かった気がする。霧の館の当主がなぜ今回のデスゲームを画策したのか。え、理由？え、どういうこと？日記の中にデスゲームを開いた動機が書かれていたの？でもまだ誰も死んでないからデスじゃないんだよなこれ。いや、だがこれを読めばなんとなく推測はできる。霧の館の当主がまだ若かった頃、他の館との権力争いに巻き込まれたらしい。ほうほう。友人だと思っていた他の当主たちの裏切り、信頼していた従者の離反。やがて他の館の当主たちは没落し、霧の館の当主が無理の権威を誇るようになったが、その頃には当主は強い人間不信に陥っていた。日記が後年になるほど、過去への後悔と未来への不安が書き連ねられている。ああ、そんだけ人間不信になったな、これから先誰を信じればいいんだとはなるよな。新しい館の女王たち、彼女たちに忠実な若き従者たち、彼らの関係は今のところうまくいっているようだ。だが、彼や彼女たちが私と同じ過ちを犯さないと、そう言い切れる保証がどこにある？私は知りたい。彼らを結びつける絆がどれほど強いものか。もうほころび出てるけどな。そして伝えたい。争いがいかに虚しく、裏切りがいかに人を傷つけるか。いやいやいや、お伝え方の雑さ。私の企みが、あるいは彼らの友情を壊してしまうかもしれない。だが、それでもなお、彼らの絆を試し、その強さを見届けるのが、追い先短い私の最後のわがままだ。わがまますぎ！あの子たちにも協力を仰がなければ。あ、協力者がいるってこれか。コウ君、これって。俺たちが殺されなかった理由がこれでわかったな。どうやら俺たちはこの老人のわがままに付き合わされていたらしい。そんな、それじゃああの人食いピエロは？協力者。もちろん茶番の一部だ。そしてこの日記に書かれた通り協力者がいたとすれば。ち、あいつらまんまとはめてくれたな。え、あいつらって？あ、誰か隠してきた。お見事、どうやらこのゲームの真相に気づいたようだね。あ、この声は誰だ？壁に扉が。え、でもみんな上にいない？あれ、あ、宗次郎さんたちだった。結局宗次郎さんたちだった。二人とも閉じ込めてしまって悪かったね。え、忍太郎とかどうなったのこれ？宗次郎さん、それじゃああなたが。ふん、やはり初日にピエロに襲われたというのは嘘だったか。りっちゃん会ってた。ごめんね、そのことについては後で改めて弁明させてもらうよ。ただ今は君たちに急いで戻ってきてほしい。え、どういうこと？忍太郎だよな。事態は僕らの想定外にまずい方向に向かってるんだ。このままじゃ忍太郎くんが。え、忍太郎に何があったの？何があったのどころじゃないっすよ本当。もうこれもう殺人鬼とかしてる。もうやばいってこれ。どこだ、どこに隠れたんだ。いるんだろ、姉さんを殺した人食いピエロが。怖っ。どうしよう、まさか凛太郎くんがあんな風になっちゃうなんて。安心しろミサ、何も心配することはねえよ。そうそう、僕とジンがついてるからね。頼もしい。たとえ凛太郎が襲いかかってきたとしてもミサには指一本触れさせないよ。だけど先生の計画では
こんなはずじゃなかったのに、こっちも計画者、こっちも協力者か。チンの右手に怪我までさせて、あ、チンがやられたのか。で、包帯で隠してたってことか。心配すんなって、これぐらい大した傷じゃねえよ。甲にハサミで刺された時はさすがに驚いたけどな。手袋のおかげで大怪我だけはせずに済んだ。うん、でもチェーンメールで覆ってない部分だったのは運が悪かったね。まあ美咲を怪我させちまった俺のミスだ。自業自得だ。こうなったら凛太郎に今回のデスゲームの真相を話すしかないよ。信じてもらえないんじゃないこれ。美咲がまだ生きてることを伝えれば少しは落ち着くかも。そんな茶番信じるわけないだろうって言って襲ってくる。どうかな、今の凛太郎は話が通じる雰囲気じゃねえし。とにかく今はあいつをやり過ごして、宗四郎さんが美咲を連れてくるのを。ああ、終わった。最悪な部分だけ聞かれた。姉さんが、なんだって？な、凛太郎！ねえ、君たちどうしてこそこそ隠れてるの？もう怖い、凛太郎。今回の凛太郎の立ち位置怖いんだけど。何もやましいところがなければ隠れる必要なんてないはずだよね。いや、そんな首ガクンガクンしながら襲われたら逃げるわ、隠れるわ。凛太郎、落ち着いて。黙れ、お前らの誰かが人食いピエロなんだろう。間違ってない、姉さんの仇だ。同じ苦しみを味合わせてやる。いや、願い、やめて。やめるんだ凛太郎。お、なんか投げられた。誰、僕に何かぶつけたのは。え、これってサンダル？コウ君。おお、全力で戻ってきた。こっちだ、凛太郎。美咲の語り、グラルした、待てなかった。仇を取りたければ、まずは俺から襲うことだな。コウ？お前、どうして、なんで生きてるんだ？お前のことは僕が死なせたはずなのに。その通りだ。だが俺はこうしてちゃんと生きている。なんかすごい激アツなシーンなんだけど。イブプロジェクトの下、なんか今日下が回っていない。イブプロジェクトを思い出すね。今からその理由を説明してやる。いいか、このデスゲームはな。ダメだ、お前は死んでないとダメなんだ。そうでないと僕は姉さんの仇を取ったことにならない。凛太郎、クソ、どうやら本当に正気を失ってしまったようだな。いやいやいや、これもう、おいおい、ああ、美咲ちゃん来た。やめて凛太郎。え、美咲よせ。お、ちょー、最悪な再会の仕方。もうダメじゃんこれ。え、そんな、どうして。ち、お前はバカか凛太郎。危うく美咲を刺すところだったぞ。コウ君、そんな私をかばって。コウ君かっこよすぎ。問題ない、腕を少しかすっただけだ。なんで、どうして、どうして姉さんが死んだはずなのに。違うんだよ凛太郎、私は死んでない。こうやってちゃんと生きてる。ほらね。だから安心して。本当に、本当に姉さんが生きて。姉さん、姉さん。僕、姉さんが殺されたと思って。それで僕はコウ君を。うん、わかってる。でも大丈夫。私もコウ君も生きてたの。責めれないよな、凛太郎のこと。だから、凛太郎が怖がることは、もう何もないんだよ。ごめんね、凛太郎。あなたにこんな怖い思いをさせて。姉さん、姉さん。凛太郎。それで、凛太郎は？今は自分のベッドで落ち着いているよ。美咲さんがそばについてる。そうか、とりあえずは一安心だな。これどう収集つけるんてか。それにしても、まさか美咲とコウが生きてたとはな。本当にそう。待てよ。まさか幽霊じゃないよな。怖っ。バカか、お前は。幽霊なんて存在するはずないだろ。バカって言うのやめろし。うん、間違いない。この憎まれ口はコウだ。理解してる。コウさん。ん？どうした？ユウト。ユウトもショック受けてたからな。ああ、この怪我のことなら心配ない。従者としての業務に支障は。ああ、ちいちゃんも可愛いな。ああ、コウ君生きてたんですね。な、おい、よせ、ちえ。二人のために体張ったもんな、コウ君は。こっちは怪我人、うお。ああ、コウさん、死んだかと思ったよ。可愛いな、ここの従者と主人は。おい、話せ。俺を殺す気か。
まさに感動の再会っすね。従者と女王の美しい絆だね。うん、鼻水と血でまみれてるけど、なんかやばいそれ。ところで、そろそろ説明してもらえるかい？今回のこの騒ぎと、それからどうして死んだはずの二人が戻ってきたのか。そうだね、こうなった以上デスゲームを続けることはできない。すべて話すよ。このゲームが開かれた理由とその目的。そして、どうして僕たち5人がその計画に協力することになったのか。もう2人どころか5人だったもんな。5人だって？な、それじゃあ今回のデスゲームは、そもそも最初から誰も殺すつもりはなかったということかい？そしてその計画に、宗四郎さんと椿さんだけではなく、ジン君とハル君、それにミサさんまで協力していたとは。まあな、ピエロ役は一人じゃ務まらねえし、ああなるほど、それで交代交代でやってたのか。僕とジンと、それから椿さんの3人でピエロ役をやってたんだよ。椿ちゃんもいた。疲れた時はこっそり衣装を交換してね。なるほど、僕たちがおとり役を代わっていたのと同じように。追いかける方も代わり番子だったわけっすか。道理でスタミナが切れないわけっす。強すぎ。いやー、実を言うと僕らもかなりきつかったんだ。重かっただろうしな。ピエロの衣装の下にチェーンメールを着込んでたから、まあ安全のためには仕方ないけど。初日に椿さんがピエロには手を出すなと警告することで反撃されないよう誘導はしてたが、それでも凛太郎みたいに奇襲をかけてくる可能性はあったからな。まあ野蛮だしな。まあね、やっぱ人殺そうとした凛太郎だったらね、ワンチャン手出す可能性もあるからな。ほんと、あの時はよく朝だけで済んだよね。まあこれでも武道の心得があるんでな。私も怪我人が出るんじゃないかってすごく心配だったけど、先生に頼まれたことだからどうしても断れなくて。先生？あ、先生だと？ああ、霧の館の長老のことだよ。なんかどんどん予想外の展開に。あの人はね、ミサが育った孤児院の設立者でもあるんだ。そうだったんすか？うん、先生は私を孤児院に引き取ってくれた人で、人と会うのが好きじゃなかったけど、私にだけはいつも優しくしてくれた。もしかしたら嘘つきゲームの主人公かもしれない。先生は昔とても傷ついた経験があって、そこが私と似ているんだって。霧の館の主はかつて他の館の主との権力争いに巻き込まれたらしい。それは日記でコウ君が見てたね。その結果、他の館の主たちの身の破滅を招き、生き残ったのは霧の館の女王、彼女一人だけだった。彼女はこの地に平和と安寧をもたらすよう努め、過去の醜い争いが再び起こらぬよう尽力した。僕はそんな彼女の功績を知っていたから、彼女の最後のわがままに付き合うことにしたんだ。館の新しい女王とその従者たち、彼らの絆がどれほど強いものかを確かめたいという願いをね。な、身勝手な。まあそうだな、怒っていいと思う。え、リツさん？どれだけ偉いばあちゃんか知らねえけど、だからって人の絆を試していいことにはならないだろう。ごもっとも、正論です。こっちには怪我人が出てるんだぞ。下手すりゃ死人も出るところだった。それは本当だよ。結構真面目に許されないことだもんな。その点については俺たちも悪いと思ってる。本当だよ、ジンのバカ力が壁を壊したりするから。本当にバカ力。すごいな。だからそれは悪かったって言ってるだろ。お前らに謝られても仕方ねえよ。私が文句を言いたいのは黒幕の方だ。りっちゃんかっこいい。なあ、そのばあちゃん、どこかでずっと私たちの様子を眺めてたわけだろ。悪趣味にも程があるぜ。やい、そうしろ。お前、黒幕の居場所知ってんだよな。え、うん、まあね。だったらそこへ案内しろ。今から私がビシッと文句言ってやる。それは、まあいいか。彼女もきっと君たちが来れば喜ぶだろうし。いや、なにそんなちょっと朗らかな、宗四郎さん。ついてきて、案内するよ。今回のデスゲームの黒幕、霧の館の女王のもとに。あ、美穂さん、
違う、おばあちゃんじゃねえしな。おばあちゃんではないかな。怒られるな。美穂さんおばあちゃんとか言ったら怒られるな。誰なんだろうか。はい、まあということで今回はここまでとさせていただきます。この続きのある女王の死と早々のワルツかは皆さん自分でゲームダウンロードしてプレイしてみてください。はい、それではしゅんやんでした。デスハンティングだったけど誰も知らなかったね。幸せな世界線でした。はい、それではまたね。